ったかな、どうかな、はい、ちょっと今ツイキャスが、はい、ちょっと調子悪いみたいで、はい、よろしくお願いします。もし聞こえてたら、聞こえてたってもしついて言ってもらえば OK ですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あ、すいません、あの、じゃあ続きいきたいと思いますね。あ、ありがとうございます、レレチさん、ありがとうございます。とですね、プードの後ですね、夜行バスでクスコに行きました。ここはですね、インカ帝国の首都って言われてるクスコですね。はい、その時文化の中心地だったらしいです。はい、でそのクスコでですね、有名な日本人宿ペンション八幡へ行きました。はい、でこの宿をですね、向かう途中なんですけれども、やっぱすごいですね、クスコって言われるだけで、やっぱその後のマチュピチュに行く、まあ、拠点になっている街なので、すごくもうツーリストの人が多いですね。本当にラパスも多かったんですけど、ラパスよりも本当にもうほぼツーリストって感じで、でまあそのツーリストに向かってくる、まあ、お土産屋さん売りとか、まあ、結構多くてすごい賑やかでした。でまあ宿を向かう途中なんですけれども、ちょっとあのそのペンション八幡さん向かうときにちょっと筋道があって、まあ、バックパッカーがすごいたむろってるところですね。はい、そこでちょっとですね、あのなんか筋道なんですけど、まあ、急になんか、まあ、自分身なりですかね、なんかあの見て、はい、なんかちょっとあの箸子を打ってくるとか、なんかいらないかとか言ってくる人とかいたんで、まあなんかちょっとですね、まあなんだろう、なんだろうと思いながら、でもですね、ちょっと夜は少し気をつけた方がいいかなっていうところですね。やっぱあのツーリスト多いところはですね、結構そういう、まああのツーリスト、まあ、ちょっと中にはちょっと悪い人がいて、ちょっとそういう感じで、あのまあ、お金を取ろうとかいう人がいるんで、ちょっとそこら辺は気をつけた方がいいですね。あ、レイさん、マチュピチューですね。マチュピチューは来週話したいと思います。はい、ということで、で治安は悪いっていうか、そうですね、やっぱりツーリストですね、旅行者が多いところはですね、やっぱ基本的にちょっとそのぼったくろうではないけど、ちょっとお金を取ろうっていう人がちょっと増えてきますね。まあ、例えばですね、田舎と都市っていうと、都市の方は賑やかなんで、田舎よりはちょっとね、悪い人が、治安が悪いのかなって思うんで、そんな感じですね。でみんなが悪いわけじゃないです。一部の人が悪いんで、まあそこだけちょっと気をつければいいと思いますね。はい。女性だったら夜一人で歩くのはあまりやめ、向かないですね。誰か男性とか、何名かと歩くんだったらいいかもしれないです。はい。でもすごいです。クスコ、最高です。まずはもう宿にチェックインしました。このペンション八幡、日本人の方がやってる、八幡さんがやってまして、で、泊まってる方も日本人で、すごく、もうみんな仲いいですね。治安も良くて。で、どこどこ行ってたのっていう話で盛り上がって、っていう感じで、じゃあ何名かで一緒に街に、街ブラしようって感じで行って。で、まあ、そこも、ドミが20ソルですね。まあ、約700円ですね、一泊。すごいいいですね。居心地良くて。もう最高でした。で、まあ、宿チェックイン後ですね、早速街の中散策なんですけれども、本当に街並みがですね、はい、もうすごい、いいんですよ。もう昔のこの建物というか、まあなんかちょっと景観にもこだわってて、まあ、マックもあるんですけれども、スタバとか、なんかちょっとそこも、なんかちょっとシックな、よく京都にあるマックみたいな感じですね。なんかあの、黒色の看板でやってて、やっぱ周りを気にしてる感じですね。でまあ、そこの中にですね、なんかあの石畳というか、まあ、石垣ですね、石垣みたいなのがあって、そこをですね、カミソリの刃も通らないぐらいって言われるぐらい、なんかいろんな石を組み合わせてすごいやってる。え、レディチさん、マックとスタバあるなら住めますね。だ、夜は一人歩かない方がいいですね。はい、でこのカミソリの刃も通らないぐらいっていう感じの、まあ、石もあって、そこ結構有名で12角の石があったりとかですね、そこもすごく良くて、でまたですね、ここにあるお土産屋さんがすごいいいんですよ。もう本当にあのボリビアに比べたら少しちょっと高いんですけど、なんていうんですかね、色使いがですね、本当にあのプーノでも言ったんですけど、原色を使っててすごい可愛い感じのが多いです。なんか指に入れるですね、人形ですね、指人形、これがですね、いろんな動物なんですよ。ライオンとか、なんか、なんかの、アルパカとか、なんかもう猿とか、この指に入れる人形が、1個いくらだったかな ?50 円ぐらいだったかな、売ってるんですけど、めっちゃ手作りで可愛いんですよ。もう手編みで。この指人形ですね、こうやって。で、このですね、顔がですね、このやる気がない顔が、もうまたちょっと可愛くて、はい。なんか、本当に、なんかいい、肝皮みたいな感じ。肝皮っていうんですかね。そんな感じで。でスカーフとかですね、本当にいろいろ安いんで、あの結構クスコですね、買うのはいいと思いますよ。すごいお土産めちゃくちゃいいです。
で、まあ、そのクスコ歩いてまして、また市場とか行ったんですけれども、結構ですね、いろいろもう本当にやっぱり野菜とかですね、なかなかあのペルーですね、あのボリビアのところに比べると、まあ、いろいろなんか果物も増えて、でもまあボリビアと一緒なんですけど、結構やっぱトウモロコシ多かったですね。いろいろ黒いトウモロコシとか赤いトウモロコシですね、そういうのがあったりとかして、すごい面白かったです。ということで、でこの市場でですね、見つけたですね、ちょっとあの面白いものの話 あるんで、これはまた曲の後にしていきたいと思います。今日1曲目ですね、とクラプトンでいきたいと思います。 Before You Accuse Me、 お聴きください。今写真で見たんですけど、良かったっすね。結構観光地化されてるんですけど、ところどころですね、なんかそういう昔のものが残ってたりとか。そうです。何を言ってんですか。いいっすね、襲うことですね。いいっすね。襲われてみようかな。遠隔サボって、まあ、別にいいっすよね。まあ、全然、まあ、祈祷で使うって感じで大丈夫です。結構なんかやっぱり欧米人が多いと、その欧米人が好きそうなお店とかバーッとやっぱ増えていくんで、はいはい、まあ、これもまあいいんですけどね。ただやっぱりそれが多いと、どこ行ってもああよく見慣れた風景だな、タイバンコクと一緒だな、まあ、そこまではうるさくはないんですけど、見ているなと。あ、タイも多いんですか。タイはもうやばいですよ。本当にカオサンロードとかも、本当に通り自体がもう店の外にスピーカーとか置いてクラブみたいに回してやってるんですよ。通りがもううるさいですもん、クラブみたいな感じなんですよ。みんななんかバケツみたいな買ってる、持って飲み回して、なんかイメージ違うね。パクチー。いいですね。パクチー。パクチー食べれるんですか、レッツさんは。パクチーモヒートうまいですね。モヒートうまいですよね。モヒート、あのミントの感じパクチーで、パクモヒ、パクモヒって言うんですか。パクチーはいらなくないですか。食べれるよ。お、すげえ。パクチー自分大好きなんですよ。マジ。パクチー大最高っすね。俺パクチー嫌いなんですよ。いけない。まあまあ多いっすね、パクチー。でも、なんか明細パクチーいけば、パクチーなしってことなんで、明細パクチーいけば多分大丈夫ですね。ベリーさん好きなんですね、パクチー。自分も大好きで。できれば多めにって言って。そうそう。すいません、来ましたけど。じゃあ行きますね。はい。クラプトンの Before You Accuse Me、 お聞きいただきました。市場で見つけたちょっと面白いものっていうので、ちょっと話途中だったんですけど、行きたいと思います。とですね、この面白いものがですね、あるところにですね、たくさんサボテンが置かれてるんですね。でその隣にペットボトルに入ったなんか緑色となんか茶色のドロドロとした怪しい液体があって、なんだこれっつって、でまあちょっとそこの店員の方はまあ、英語わかんなかったんで、隣にいた、ね、おっちゃんが結構英語喋れる方もたまにいて、話聞くと、これですね、幻覚サボテンっていうらしくてですね、なんかこれは飲むとちょっと幻覚が見えるということで、なんか主にですね、なんかあのシャーマンって祈祷師がいるんですけど、はいはいはい、その祈祷の時に使うってことで言ってました。でまあその
時に思い出したのが、どこでしたかね、ボリビアでしたかね、であったあのカップルがいまして、このペルーの首都 リマかな、サンチアゴじゃなくてリマかな、とそこからちょっと北部に行ったところに、その祈祷で有名な場所があるって言って、そこに行ったカップルがいまして、その話思い出したんですけど、このカップルですね、その祈祷師のところに行って、2泊3日だったか3泊4日のこのツアーというか、その祈祷に行くらしいんですね。で行って、もうその日何も食べない、本当に水だけ飲むって感じ、1日目ですね。で2日目から祈祷が始まるらしいんですけど、2日目もほとんど食べない、本当に空腹の状態で、もうある意味修行ですよね、うん、で空腹の状態で、あのこの輪郭サボテンのエキスを飲むらしいんですね。でもう味は本当に美味しくないって言って、で飲むと吐くらしいんです。吐いて、でまたお祈り受けてもらって、でまた幻覚サボテン飲んで、吐いて、また水飲んでっていう感じで、はい、幻覚サボテンです。でこれをやって祈祷を暮らして、大体これを2日間ぐらい続けるらしいんですけれども、するとですね、なんかあの見えるらしいんですよ。この男性の方は見えなかったらしいんですけど、女性の方がですね、うん、なんか私の一生が見えたっていう、なんかそういうことを話してまして、なんか走馬灯のようになんか見えたらしいんですよ、生まれてきてから今で最後なんか年取ってみたいな感じで見えたって言ってました。まあ、本当かどうか分かんないですよ、幻覚なんで、それが本当か、うん、危ないやつっていうかですね、なんかなんていうんですかね、文化というか、まあなんていうんですかね、沖縄で言ったらイタコ、イタコじゃなくてユタ、まあ、違うかな、あの、まあ、イタコ、違うな、なんかですね、儀式ですね、これでなんか人生を見るとか、なんか多分日本ではダメなんですかね、うん、でも、まあ、ペルーではなんかそのこれで祈祷をして何か授かるとか、そういうなんか崇高的なものみたいな感じですね、うん、もうなんかすごいかったって言ってました。でもきつかったって言ってました、かなり、うん、もう空白の状態で、本当にもうこのなんかこの幻覚サボテンのエキスを飲んで、お、授かれた、いいですね、じゃあレッツさんアマゾンですね、行きましょう、リマのもうちょっと北の方にあると思います。これ調べておきますね、はい、もう本当にこのすごいきつかったけど、一瞬なんかバッて光が見えて、なんかやってたっていうんで、これ聞いた時に、あ、ちょっと、まあ、その時はね行けなかったんですけど、まあ、一度は経験してもいいのかなと思って、うんうん、でもただ空腹で水となんか変な緑のなんか意味が分かんないサボテンのエキス飲んで、吐いてまた飲んでっていうのは嫌だな。まあね、でもそうやってあの彼氏の方は全く見えなかったって言ってたんで、なんか嫌ですよね、なんかそこまでやって何も見えないって言って、うん、まあでも本当に見える人と見えない人がいるみたいで、まあでもこの話も本当なのか嘘なのかっていうのもちょっとよく分かんなかったんで、そうですね、そういうなんか幻覚サボテン持ってました。はい、なんかまあ文化ですね、まあ面白いですね、本当にインカテ山本さん挑戦しましょうって言ってます。いや、今度行きますか、今度あのとなんか2週間ぐらいにスワー組んで挑戦するか、ちょっと挑戦しに行きましょうね。はい、一生分の走馬灯を見れるかどうかっていうのを、ね、はい、ちょっと何名かで行って、うん、ちょっとビデオ撮って、はい、いいですね、ちょっとこれやってみますか、ね、ちょっと本当いいんですかね、ということで、まあそうですね、ちょっとこういうのもあったんで、なかなかやっぱり日本と本当に違って、インカの文化っていうんですかね、もう奥深いなと思って、でなんかやっぱりあの本当に昔のことだけど、もう文化的にはすごい発達したっていうけど、文字がない、だからまああの本当に文字がない、そうですね、なんでなんか文書が残ってないからすごい謎だらけらしくて、あの聞くところによると、このまあ、この後来週また話するんですけど、マチュピチュって遺跡があって、これ山に囲まれてるんですね、山に囲まれて、その山があって谷があって、その中にまた山があるんですけど、その山のなんかの頂上を切り開いて、そこに遺跡を作ってるんですよ、うん、でなんかそこの遺跡の真ん中なんですけど、あの水が流れてるんですね、で周り谷があって山なんですよ、
でなんで水が流れてるかが今よく分かんない、今でも分かんないって言って、ちょっとあのいろいろ調査しないと分かんないけど、なんか遺跡を壊してしまう可能性もあるから、結構あの慎重に今調べてはいるらしいんですけど、なんでこの頂上から水が流れてるのかっていう、電力も使ってないしどうしてだろうっていう、なんか そこもやっぱ不思議らしくて、本当になんか塩化帝国ですね、なんか面白い、もう宇宙人じゃったんじゃないかなとかも言われてるし、本当にで話を聞くと、本当に最後マチュピチュですね、今田文雄すごいですよ本当に、はい、もうみんなですね、もうこれ以上来たら、人が来たらもう侵略されて最後滅びたんですけど、マチュピチュの方はだいたい城下町で1000名近くいたんですかね、もうそこはみんな自決したらしいですね、もうなんかこれを知られてはいけないってことで、なんかなんでも本当に未だに謎ですね。だからすごくなんていうんですかね、このロマンとかミステリーとかそういうのがあって、ちょっとだけまあそうですね、このクスコ行って触れたんですけど、でもやっぱりすごいですよ本当に、最近作ったんじゃないかっていう、このさっきの言ったカミソリの刃も通らないっていうぐらいの石垣なんですけど、これ昔からあったって言われて、まあ、本当かなって思いながら、それぐらい疑うぐらい本当にすごい精巧な作りで、なんか本当にあれは本当にクスコ行くべきですね、すごい面白いです。プラスそこからまたマチュピチュに行くんで、本当にですね、はい、この世界周の最後の遺跡ですね、マチュピチュですね、話も来週していきたいと思います。本当にですね良かったです、マチュピチュ、ぜひ一度は皆さん行ってほしいなって思います。本当にちょっと遠いんですけどね、でも絶対行って損はしないところなんで、ぜひ行ってみてくださいっていう感じですね。で、まあ私事なんですけど、もしかしたら来週ちょっとお休みするかなもしれないですね。でちょっとあのお店始める前にちょっと買い出しというか買い付けで、ちょっと1週間ぐらいですね、ちょっとエジプトにちょっと行ってこようかなって思うんで、ちょっと雑貨ですね、買い付けですね、はい、ちょっとアルカイダとかに ISIS に気をつけながら行きたいと思います、はい、はい、で一応まあ何個かですね、ちょっと雑貨仕入れてくるんで、ちょっとリスナーさんにもプレゼントって感じでしようかなって思うんですけど、郵送ができないんでした。郵送が着払いだったら OK です。着払いだったら OK、うん、なんか着払いだったら OK っていうんで、なんかまあ、また来週はあるかな、まあ、再来週か、一応この 何名分買ってくるか分かんないんで、なんかエジプトの雑貨ですね、パピルスっていう紙の原型って言われてるものとか、うん、そういうものとか、ちょっとかわいいコーヒー、なんか香水入りの瓶とか、うん、そういうやつとかちょこちょこ買ってこようと思うんで、そうですね、レイさん多分ですね来週木曜日は移動してるかもしれないですね、はい、ちょっとまだ未定でチケットってないんで、もしかしたらいないかもしれないですね。でもまあその分ですね、ちょっとエジプトでいろいろ仕入れてくるんで、その次の週ですねはもしかしたら音声だけで行くかもしれないです。ちょっとエジプトで1週間ぐらいいるんで、ちょっと LINE で映像を、そうですね、あ、気長にマチュピチュ、あ、じゃあよろしくお願いします。でちょっとまあ、1週2週にかけてちょっと映像も流しながら、今のエジプトの状況とかですね、ちょっと話ししようかなって思うんで、多分ニュースにはならない、あんまりニュースではそんなのやらないんで、まあ、今はどんな感じかとか、ちょっといろいろまあリポートできればいいかなって思うんで、もしかしたら2週間後ぐらいにはマチュピチュの話をしていきたいと思います。はい、ということで、もうお時間になりましたね。今日南空旅トークをお送りしました。最後はですね、クラプトンのレイラ聞きながらのお別れです。ちょっと来週はちょっとお休みさせていただきます。その後再来週はもしかしたら映像ですね、LINE でちょっといろんなエジプトのところ送ろうと思うんで、はい、じゃあ来週は再来週ですね、ちょっと楽しみにお待ちください。今日南空旅トークお送りいたしました。また来週再来週ですね、お聞きください。バイバーイ。あ、レイさんありがとうございます。いいね。ありがとうございます。ちょっと言った今のレイラーですね。レイさんありがとうございます。なんかね、これライブのやつ流しちゃった。そうですね。これ多分ライブのやつですね。この CD もそうですか。あ、CD そうですね。これはい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとチケット買って、だいたい15、6万でいきます今。ちょっとお安いですね。ただの航空会社選ぶんですけど、うん、一番いいのがエティハドっていって UAE ですね、アラブ首長国連邦連っていうやつで、国営のやつがあるんですけど結構いいんですよ。あれ使うと成田発着なんで、あそこは取って、成田までは自分で取る、別で取るぐらい。もう機内食とかめちゃくちゃいいんですよ。日焼けしますよ。日焼けするんですけど、真っ赤になって皮抜けてまた戻るんです。はい、そうなんですよ。あ、でもね、実際見たら日焼けしてますよ。これいいかな。これだと、あ、ちょっとちょっと白くない。ライトで白く見えました。確かに。多分エジプト行ったら今40度らしいんですよ。やばいっすよね。ただもう乾燥してる暑さなんで、まあ大丈夫かな。かなと思います。行ってみたいな。お、次ギャラリーに来てください。ぜひ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 。火曜、来週、最終、最終、3週間後かな、エジプト。はい、よろしくお願いします。じゃあエジプトでがもらえるかも。あ、そうですね、来たらもらえるかもしれないです、うん、じゃあ次、生アマゾンです見れるんですね。生アマゾンです。アマゾンですって。アマゾンです。アマゾンです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。来週はお休みして。そうですね。じゃあ日程決まったりしたら連絡いただければ。しましょうね。はい。早めに LINE の方をベースに送って、はい、どんな感じで、うん、何が分かりやすく、ちょっとどんな感じで。お願いします。はい。じゃあどうもありがとうございます。お疲れ様です。アマゾンです。